ディオはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。HR、HM バンド、レインボーやブラックサバスの元ボーカリストでもあったロニー・ジェームス・デオが主催するグループ。1980年代のメタルムーブメント初期から活動する存在であったが、2010年、ロニーの死去により消滅した。創設者、ロニー・ジェームス・デオ1982年10月に、 ブラックサバスを脱退したロニー・ジェームス・ディオは、共に脱退したドラムスのビニー・アピスを帯同し、自ら率いるバンド、ディオを結成。その翌年、アルバム、常念の炎をホーリー・ダイバーでデビューした。1991年、ディオのブラックサバス復帰に伴い活動を休止したが、1993年に、ロニーがブラックサバスを再離脱して、活動再開し、 その後も、精力的に作品を発表しライブ活動も行った。バンドの音楽性はディオが、レインボーや、ブラックサバスなどで培ってきた幻想的な死の世界と、ヘビーメタル様式を巧みに組み合わせたもので、世界中で人気を博した。が、自身が、かつて在籍したレインボーのように、メンバーチェンジが非常に多く、音楽性も変遷を続けた。特に、ブラックサバス再脱退後の、 ストレンジハイウェイズ、アングリーマシーンズは、ギタリストに、モダン、ヘビネス的な音楽性に長けているトレイシー・ G を、起用したことにより、バンドの本来の持ち味の幻想的な世界観、レインボー及びブラックサバス譲りのメロディアスさがほぼ、なくなり、多くのファンを失望させ、非難を受けた。しかしクレイグ・ゴールディが復帰した自作、間近で、本来の持ち味を取り戻す。 2006年にロニーは、ブラックサバスのアルバム、悪魔の起きて制作時のラインナップで、ヘブンヘル名義の活動を開始したが、ディオとしての活動も並行して行い、同年10月には、ラウトパーク2006にコヘッドライナーとして出演した。2008年には5月27日から6月21日まで、ヨーロッパ、北欧に地域を限定したミニツアーを行った。その後ロニーが、 ヘブンヘルに専念するため活動を休止した。2010年5月16日、ロニーが遺願で成去。バンドはそのまま活動再開することなく、実質上解散した。ロニーの死後、残されたメンバーは2011年から、ディオディサイプルズとして活動を開始。翌年には、ビビアン・キャンベル、ジミー・ベイン、ビニー・アピスの創設メンバーを中心としたバンド、 ラストインラインも活動を始めた。2016年、ドイツの HR、HM フェス、バッケンオープンエアにて、ロニーのホログラムが公開され、翌2017年から、ディオディサイプルズのバンド帯同による世界ツアーを開始した。ギターベースドラムスキーボード。ありがとうございます。